ジャス参加です。今回は初心者さん装備の AR バージョンやっていきたいと思います。カスタマーこんな感じね、はい、やっていきたいと思います。 AR はね、意外とあの装備できるアタッチメントの枠が別に固定化されてないというか、いろいろね多様にあるので、まあ好きなものをどうぞという感じですね好きなものをという感じですね。自分の使いやすいと思ったものをね選択していただいたら、多分一番迷いが多いと思うけど、おおマジかー意外とここのねフリンジの B はね、敵が来やすいのでちょっと注意なんですが、結構やべ取られちゃった。マジか、おらちょっと待ってくれ。あそこの車から撃たれてた気がする。あーここにもいるのがめちゃめちゃいるな。ちょっと待ってくれよ皆さん。ちょっとあれですね、結構引いちゃってますね。ここはねどうしても B がね取りづらい、あとみんながなんかなかなか来てくれないというマップになっているので、初心者さんはとりあえず諦めずにやっぱりこの B に行くというところですね。で敵がちょっと B 上がってたりしていたら、まあこれでして、あとはエンジニアのこれにしたんで、 AR はねやっぱりこうちょっとね SMG より遠い距離戦いますんで、こういうちょっとの隙のねレーダー落としたりだとかっていうできることがいろいろあるのでね、そこを活用していただいたらいいんじゃないかと。そしてあとはあれですね、このケアパケを生かすという感じね、エンジニアのおまけといったようなんですけど、さあここでちょっととりあえず B を取って安定化したいところですね。味方さんが A に行ってるので、まあ良くも悪くもあの味方さんに注目が集まってくれたらいいんじゃないかという感じですね。おい取るんじゃねえ、俺のケアパケだー。取られた、旗取れ旗取ってからだよ、まったくよ、すぐそういうの群がるまあいいけどね。おっとここはね、割とそうアルファ押し込みになったら結構固まりやすいのね。まあそれでね、しかもここはリスがあんまり変わりづらいので、アルファに直で突ってもなかなか C の方にねこうバーッと敵が来ないというね、まあ初心者さんにとってはまあリス管理的にまあ難しいマップではないかなという。まあこれでいいかな、セントリーでここ守ってもらおうかな、セントリー側に。でこんな感じでいいかなっていうところですね。あとチャーリーに来てんのか、ちょっとチャーリーに来てるところが伺えますね。怖いですね、危ねえ、さっき撃たれたからわかるんだぜ。まあとりあえずこの B ですね、 B にスモーク焚いて、スモークの焚く場所はやっぱりここの人たち消したいんで、ここら辺に焚くといいかもしれないですね。やっぱ隠れるためにねスモークはあるのでね、相手を隠すためじゃないんでね、そこら辺があれなのかもしれないかな。アルファのところにかなり突ってる人がいるけど、まあ一人ぐらいじゃねここはリス変わんないですよ。全地点はちょっとあれかもちょっと右側の空きの土地に来るんじゃないかな。行きますね、ちょっと待って、上にいるこの人、あーやべこれじゃない、待てよちょっと待ってよ、あーやばい、ちょっとブラボーに敵が見えん、敵がほらーテンペストだけど、ちょっと待ってここに来そう、来るよね。オッケー削っていく。リロードタイム入ったか。まあとりあえず敵がアルファを取るタイミングでブラボーを取ったらいいんじゃないかなと。こういう場合はこんな感じでタイミングがね大事だから、今多分ねB のあの空き地らへんに敵がいると思うんですよ。なもんでここで待ちましょう、敵がねおとなしく A 取るまで。2本旗あれば十分なんでね、 AR はそこまでやっととつることがないので、C は大丈夫だと思うけど、まあこれはこれでいいんですよ別にね、確実にブラボーじゃないといけないというあれはないので、危ない。でちょっと当たる、これはでもやっぱりあれなのかな、直接やった方がいいとかあるかもしれないね。おお、ここはいいよ。わあ、これグラビティスパイクはやばい。マジで。まあね、こんな感じ。ブラボーの、ほぼブラボーにかぶっちゃうのかな。そういった感じのスモーク焚きポジションになるかもしれないですね。8さん、当たらなくないね。当たるね。まあだから、こうやって、ぺってやったらね、意外といいところ飛ぶんですよ。パってね、ほらあそこら辺のまっすぐでここだけになっちゃう。なかなかねこういう風な開幕スモークの焚き方もあったりして便利ですよという感じ。あとは敵がこっから出てくるんじゃない。あーくそいた、
ブラボーに。待て、この UAV 落とそう。まあね、 AR はね、こういう風なことやってもね、距離で戦えるんでね、 SMG みたいに時間に追われてなんか距離詰めないと戦えない武器じゃないので、それを生かしてね、まあレーダー落とし重視というか、そこら辺を見てやってもいいんじゃないかなと思います。ここな、ここら辺投げたらいい感じになるから。あれ、焚いてない。どこ焚いたんだのスモーク。ブラボー頑張れ。はい、ブラボーのちょい前だね。ほんとあの家から敵が撃ってきたら僕も対処しようがないので、そこの家とあと右側に入られてたらね、あれなんですけど、いけるかな、いけるかな。ちょっと待ってよ、味方が取ってる最中もね、できればスモーク焚いてあげるとね、敵からのやつが、まあグラビティスパイクやられたらちょっとねえ、しょうがないんだけど、こんな感じになります。はい、まあ装備はそのグリップと、今はあのストックと、あとなんだっけ、ラピッドファイヤーつけてます。やっぱ AR にもね、ラピッドファイヤーはいるかなと。今作ラピッドファイヤーがいらない AR はそんなにないので、フロート系の AR はできればラピッドファイヤー、あと3点バーストもラピッドファイヤーあった方が扱いやすいかなといった印象です。ブレがどうしても気になるならば、まあラピッドファイヤー外してもいいんですけどね、いいんですけどね。多分こっち側の方がね、見やすいんだよね、こうブラボー、こうやればね、敵が来るの分かるでしょ。敵がこうちょうど張りそうな場所ぐらいでね、スモークを焚いてあげると、敵はその頭横出しポジションが使えなくなるわけですよ。まあそれをね、こう B のちょい前ぐらいにポイって投げたら良くなる感じ。ごめん、あー後ろ来てる、マジか。ここ裏取られやすいんで、ちょっとそこ注意しないとね、こんな感じになっちゃうね。逆に言えばこっちからも裏は見えるってことだ。ダメ、トロフィーいいね。ちょっと危な、なんでジーリスの方向かって僕は戦ってるんだって話だけど。本当に、あーやばい、ラグが来るぞ。何、テンペスト避けられた、マジか。はい、テンペスト、テンペスト、テンペストにもヘッドショットキルがあるんだよ。怖いんだよ。待って、これちょっと際どいな。やべ、ナイス、いいぞ、ブラボー取るぞ、取った、よし、帰る、帰ります、さよなら。よし、ここでヘルストームを打つ。ブラボーの裏に来るぞ、ここ、この電車側結構来るんでね、ちょっと警戒要注意ですわ。よっしゃ、グリップがあればね、あとはちょっと上に上がるグリップをちょっと下げるぐらいの気持ちで打てば、AK のブレはね、エイムアシストに引っかかって当たりやすくなります。どうしようかな、こっち側、まあ今の状況見たらアルファ捨てて、まあブラボーに来る敵をまあ買っていきましょうという感じですけど、ちょっと待ってよ、あのケーパキは知らんぞ、私は私は知らんぞ、あれは守れんぞ、さすがに。こっち自分のやつだ。そう、あ、スパローがいるね。 OK、 スパローありがとう。いや、ちょっと待って、まあ落ち着け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 、あーやめろ。でもいいよ、どうせ RCXD だから、それ取ったとしてもね、パッケージキルした、マジか、やば。これはやばいね、パッケージキルしたんだけど、奇跡かよ。なんともなんかしょうもないエクスチェンジになってしまったけれども、まあこれで十分 OK です。待って、あ、右来てない、来てたね、 OK、 ナイス。マジか、パッケージキル初めて取ったんだけど、やば、テンション上がるわこれ。いいね、おお、外れじゃねえか。まあ待てや、でトロフィーもー、あーまあこんな感じでね、あ、レーダーが出たら撃つよ。あ、味方さんに落としのプロがいますね。いいですね。味方さんに一人そういう人がいたら、まあ、譲ってあげましょう。よいしょ。なるべくね、やっぱりあれですよ。おー、センキュー、深まってくれた。あぶね。よし、ここら辺から、ちょっと待ってよ。落としのプロが、まだ僕にもチャンスをくれてる。よし、落としますよ。いいですね。こんな感じで、落として、キルスト回しましょう。よっしゃ、いいね。
オッケーオッケー。あーそこにガーディアンがあるんだけど、まあ大して。おお、なんで君そんなガーディアン持ってんのか。いいね。ちょっとダメ。うわーマジか。8、8じゃないんだよなこれ。何なんだろうね。僕もここに。いやマジか、初めてなんだけど本当に。おお、味方とダメだよ。 B を失ったら、あそこのトレーラーじゃねえな、トラックらへんいる。あマジか、ナイスエルスト、いいぞいいぞ。ちょっと今度のヘルストームは譲れないんだ。あ、守ってくれたかな。守ってくれたら神だわ。よいしょ、ヘルストームゲット。どうしようかな、あのセントリーが落とす。いやダメ、セントリーは貴重。あーここに打っとこ。セントリーはね、これでチャレンジやりたいんで、すいませんね。イエーイ、チャレンジしようか、チャレンジしようか、チャレンジしようか。よっしゃーという感じで、今回は AR の立ち回り。まあなんで AR はやっぱりちょっと自分でここのポジションいいなってポジションを見つけて少し引いた感じでね、戦うと戦いやすいのかなといった感じです。あの SMG と違ってね、頭標高出しの敵もまあまあ狙える感じなんで、まあそこはねどんどん恐れることなく狙っていくことが重要かなと思います。いやーパッケージキルいいねパッケージキルいいね、初めて初めて。あれはでも敵もね、あれだね、うまいこと引っかかってくれたね。わからんか。いやー BO2 でもやったことないのに BO3 でね成し遂げるという感じだから、必然的に AR は取得回数よりも防衛回数の方が多くなるのかなという感じに見えます。 B がやっぱりね、引いたところで B を守れるので、 B に入りながらあの守る SMG とは違ってこんな感じの、動き方になります。でカスタムクラスをここでじゃあ紹介していきましょうかね。クラスはね、こんな感じ。グリップ、これはやっぱり初心者さんはあの反動に苦手だと思ったので、グリップを今回チョイスしてみました。まあラピッドファイヤーをつける時とね、どうしてもあのブレが上がっちゃうので、これで抑えるという気な感じですね。あとストックはまあなくても別にいいんですけど、まああってもなくてもって感じですね。これは好みでやってください。僕なくても割と戦えたんで、今作はそんなにあのもうストックがないと AR が使えなくなるってほどでもないので、あの外せる人はこれをファストマグとか拡張マガジンとかそこら辺、あとロングバレルがねあの強化されたんで、そこにも振ってあげてもいいんじゃないかなとか思いますね。このねラピッドファイヤーが苦手だっていう人はロングバレルに変えて、こういう風に確実に当てていくっていう風な、あのそういう風な使い方でもいいかななんて思います。でこれはね、あのエンジニアとコンボでね、このブラックシェルという感じで、これでね、まあレーダー落としなりなんなりっていうのはね、前線に上がらなくても、あの前線までの距離をカバーできる AR ならではの、そのあれですね、すぐ前線に上がる必要がなくて、まあ時間がある限り、時間があるって言ったらあれだけど、うん、なるべくこういう風なねものを用意していただいたら、あとはほとんど同じです。で、あのスコアストリークはこんな感じで、Lストライクをねケアパッケージに変えました。あのエンジニアつけてるんだったらやっぱりケアパッケージはまあ入れてもいいんじゃないかなというところ。まあケアパッケージでね、大型戦、まあ大型のねキルストリークを狙ってみるというのもいいんではないかなと思いました。皆さんもぜひこんな感じで頑張ってみてください。今回はこんな感じで、ブラックオプス3終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。